報道機関の皆様お疲れ様でございますまずあの皆さんもご存知だと思いますけれども先,先日の日曜日ですけれどもきときと市場でですね大王位下のスルメの試食会が開かれましたあの非常に話題性が大きかったといいますかあの県内外から約4000人の方が あのお越しいただいたということでありますちょっと人数分のスルメの量がなくてですね実際、試食された方はあの2000人の方であったというふうに聞いております。まあ,あの召し上がられての感想もちょっと聞いてみたんですが、あのまちまちのようでございますけれども。 まああのこういった機会で,です、ね、たくさんの方に、この射水市について知っていただいたということについては、大変私どもも喜んでおります、まずはこの大王以下をするめにして、またこういった展示や試食会を行うという企画をされ、また協力されました企業の皆さん、また団体の皆さん、関係の皆さんに、私からも御礼申し上げたいと思います本当にありがとうございます。 そして、まあ、あさってからいよいよ3月ということになりますけれども、3月といえば、いよいよ北陸新幹線の開業でございます。本当にこれまで近いようで、まあ、遠かったといいますか、例えば姉妹都市である千曲市さんでありましたり、またあの関東圏、そういったところとの新たな交流人口の拡大。 これがやはり見込まれるわけでありまして、大変私どももそうですし、すべての県民の期待も高まってきているものというふうに考えています。こうした効果を確実にです、ね、地域の活性化につなげていくための取り組みを今後もしっかり進めていきたいというふうに考えています。あと、この度ですね、学生の皆さんにとって必要な市の情報を集約をした学生応援窓口。

まちづくりに参画してほしいという思いから、実際にあの意見交換なども場を持たせていただいていますけれども、その中でもです、ね、えー、正直、射水市のことよく知らないと、市のイベントの情報などについてもあまりよくわからないという、そういった意見が寄せられていたところであります。そこで、射、えー、水市における公共交通に関すること、市役所の窓口の場所、また、業務時間、ごみの出し方、 転入転出などの生活に関することさらには伊水市のおすすめスポットであったり、まあ、ゆるキャラむずむずくんとかですねそういった情報また市の統計などですね学生の皆さんに必要な情報を集めましてこのホームページ上に掲載をさせていただいたところでありますあの、まあ、これまで在学している学生さんももちろんですし4月から新たにこの伊水市で学ぶ学生の皆さんにもですね ぜひ伊水市のことを知っていただきまして好きになっていただければというふうに思っております。そしてまたこの伊水市での学生生活が充実したものになるように私どもとしましても応援をしていきたいというふうに考えております。あとま2月の7日からですねあの下村コミュニティセンターを皮切りに市内5箇所でタウンミーティングを開催させていただきました。 あのまあ、今年度からスタートをしております第2次射水市総合計画の内容を中心に、まあ、子育て支援策、庁舎建物や土地の利活用その他市の重点施策などについてご説明をさせていただいたところであります。またたたごご参加いただいだ市民のからもです、ねえー、貴重なご意見 聞かせていただいたただところであります本当にあのお忙しい中、ご参加いただいた皆様、またいろんなご意見を賜りました皆様に、改めて感謝申し上げたいと思います、どうにありがとうございます。それぞれです、ね、今後の施策の展開、また計画の策定、こういうものにしっかりと反映させていきたいというふうに考えておる次第でありますさてあの、来週から射水市議会3月定例会が始まります。 平成27年の予算案をはじめとした議案51件、報告2件を上呈することにしておるものであります。中でも新年度予算案につきましては、選ばれる町へ、いみず創生チャレンジ予算というふうに位置づけをさせていただいておりまして、国が推進する地方創生に向こうする、そしてまた都市としての魅力を高めて、若者の定着につなげていく。 こういった新たな事業に対して、積極的な予算配分をしておるところであります。また、同時に第2次総合計画の着実な推進に向けまして、基本計画に掲げる重点プロジェクト、これは射水未来創造プロジェクトというふうに銘打っておりますけれども、これを構成する5つの政策分野、具体的には少子高齢化、人口増加に関する政策、安全安心に関する政策、地域活性化に関する政策、 環境に関する政策そして人づくりに関する政策この5つの政策分野につきましても十分配慮をした予算というふうになっているところでありますなお新会の模様はケーブルテレビでも放映されますぜひご覧になっていただければというふうに思っておりますそれではお手元の資料に基づきまして発表事項ご説明をさせていただきます 今月の発表事項につきましては、2点ということであります。まず1点目、コストコの取引業者向け説明会と商談会の開催についてであります。目的としましては、コストコの射水市出店を機に、富山県内で生産されている有料な商品でありまして、製品。 こういったようなものをいみず倉庫店やできれば国内外の他の店舗コストコ倉庫店などでも販売をしていただきたいまあこういったことを目指してですね、この説明会というものを開催をまあしていただくものでありますもちろん実施者はコストコホールセールジャパン株式会社になります日時は3月13日の金曜日 時間が午後1時15分から3時半、場所がアイザック小杉文化ホール、ラポールの1階、マドカホール、小さい方のホールになりますけれども、こちらのほまで、えー、開催をしようとするものであります。内容につきましては会社概要のの説説明明商品戦略の説明これらを 予定ではケンテリオ社長さんの方からあるものというふうに思っております。でこれらを小ーホールで説明を聞いていただいたあ個別商談ということで、研修室になろうかと思いますけれども、そちらの方で実際に個別の事業者さん、また商品などについてお話を、お愛をしていただくという、そういった内容になっています。なおあの ま県内の事業者さん、もちろん市内の事業者さん、できるだけ多くの方に参加をしていただきたいというふうに思っておりまして、ま周知などもしっかり図っていくことにしております。あのまあ、県と伊水市で分担をしたいというふうに思っております。県の方ではですね、ま県内の各商工団体であったり、農林水産団体などにまあ、周知といいますか。 行っってていいただくことになっています射水市では市内の商工団体や農水団体といいますかこういったところにもお願いをしつつあと、実は金融機関さんとも連携をしましてその金融機関さんのいろんな取引先といいますか そういったところからのご紹介であったり、周知というものも図りながら、できるだけ多くの方々に、こういった機会にお話を聞いていただき、また、いろんな打ち合わせを行っていただきたいなというふうに思っています。なお、あの事前申し込みなどは必要ないということでありますので、当日の時間までに、小杉文化ホールラポールの方にお越しをいただきたいと、このように考えています。 はい、えー、あと、えー、報告事項の2点目であります。年度末における休日あ休日窓口の開設についてであります。これは毎年まあ月末にですね実施をしているものであります。この3月末という時期は転入転出などの届出が増える時期でもありますので、市民の利便性を確保をしまた するためにです、ね、各地区の行政センターに休日窓口を開催しようとするものであります今年は3月28日の土曜日及び29日の日曜日にこの休日窓口を開催をしたいと考えております時間はそれぞれ午前8時半から午後0時30分までいわば午前中といいますか お昼まで、朝からお昼までの時間帯の開設ということにさせていただきたいと考えております。取り扱い業務につきましては、転入・転出などの住民移動届や住民票、戸籍謄本などの証明書の発行、および福祉関係などの申請業務など、実際、平日に行政センターで行っている業務を、この休日窓口の開設のときに取り合わせ 使いいいさせてたただきたいと考えていますえー、なお、これ、昨年、まあ、毎年やってるんですけれども、昨年度の取扱い件数などの実績の数字につきましては、えーまあ、5つ、射水道市内行政センター、5か所あるわけでありますけれども、えー、全部合わせまして、来庁者が167人、証、えー、明発行数が126件。 届出の受付数は92件ということで、やはりこの年末の時期にです、ね、多くの方々がそういった業務といいますか、必要を感じておられる中で、これだけ多くの方々のものを取り扱いさせていただいているというところであります。あと問い合わせなどにつきましてはそれぞれぞのの地区の行政センター市民 それぞれの地区の行政センターでまあ問い合わせなどお受けしたいと考えております。またこの機会にですね、ぜひご利用いただければというふうに考えています。予定しておりました発表事項につきましては以上であります。